機械生命体じゃないや、巨大ロボ。さあ一体どんなことになるんだろう。いきます。53分後。これでよし。私の名前はエンゲルス、製造番号は 110B。 うわ、人類西暦11934年2月に製造。同年8月に初出撃。現在の状況確認が必要。急に喋るからびっくりした。現在の状況確認が必要。お前は僕たちアンドロイドに倒され、現在動くことができない。おとなしく持ってる機密情報を渡せ。了解した。素直だな。クエスト報酬 5000G750EXP。 クエスト報酬アーカイブ入手しました。アーカイブエンゲルス 110B 記録0010。やけにあっさりと渡すんだな。当機の任務はすでに達成されており、現在は命令者不在。秘密を保護する指令も受けていない。ただし戦闘兵器である陶器の情報はそれほど多くない。期待するな。なるほどね。助けてくれたことを感謝する。別に助けたわけじゃない。よければまた立ち寄ってくれ。どうして？暇だから。暇？巨大ロボの調査が更新されました。はい、さてさてクエスト情報を確認しましょう。巨大ロボの調査、修復されたエンゲルスは感謝を示し、あっさりと機械生命体についてのデータを渡す。暇を持て余しているエンゲルスは、また話し相手の来訪を心待ちにするようになった。なんか廃墟都市の名物みたいになっちゃうなこれ。ちょっと離れたらまたクエスト続くのかな。これは聞いてないってことはまだそういうことだよね、きっとね。ではアーカイブを見よう。アーカイブス、アーカイブ。エンゲルスの記憶。エンゲルス 110B 記録0010。概要、エンゲルス型要塞破壊合体可動可保可可変歩兵。製造番号 110B。 製造年月日、人類西暦11934年2月14日。記録、初出撃、人類西暦11934年8月3日。総殺戮数11345人。最大コンボ数234。総得点9432。得点ってどういうあれなんだ。状況、要修理、量腕部。機能不全、要修理脚部崩壊により歩行不可能。要修理、記憶装置に断片的なエラーを確認。要修理、音声システム機能不全、その他多数。ほげー、了解です。ちょっと離れてみようか。変わんないかな。変わったロボットでしたね。
いいね、気持ちいいね。さて、それではこの次は何をやろうかなというところなんですけども、パスカルの村ねにクエストが溜まっているので、そこに行きましょう。まあ、多分見てる人いるかな。ちょっとメインストーリーを がっつり外れてる感じというか、進めていないのでね、なんかストーリーが進まないなというふうに思っている人はいると思いますけれども、ご了承ください。はい、ではね、ここから一回セーブしておきますかね。一回セーブして、ここから、村まで一気に転送したいと思います。ふい、これアンドロイドだからこそできる転送なのかな。人間には転送できないんだろうか。転送距離とかっていうのは決まってるのかな。気になるところだね。でもバンカーって呼ばれてる最初の、なんて言うんだろうな、彼らが乗っていた宇宙船でいいのかな、基地とも転送ができるみたいだから、そういう意味ではかなり遠くまで行けるんだろうね。さてさて、クエストクエストクエストはどこですか。前の時にいた、あ、いたいたいた。彼らのクエストを受けられなかったのはちょっと心残りだったんで、うん、くそ、まずい。ちょっとお願い、見逃して。何か勘違いされていませんか。君は俺たちを捕まえに来たんじゃないんか。違いますよ。一体何があったんですか。私たち脱走したの、レジスタンスキャンプから。脱走。もう戦いなんて嫌なんだ。俺たちはただ二人で静かに暮らしたいだけなんだよ。ねえお願い、ここに私たちがいることは内緒にして。私たちはヨルファ部隊、レジスタンスとは違う組織。あなた方のことを報告する義務はない。よかった。でもこんなところにいてもいつかは見つかりますよ。わかってる。だが体がうまく動かないんだ。メンテナンスの部品がなくて。すごく厚かましいかもしれないけど、メンテナンスに必要な素材を持ってきてくれないかしら。え、僕たちが。私たちは動き回るわけにはいかないの。報酬は弾むから。違った、報酬は弾むからお願い。協力しようか。はあ、助かるわ。メンテナンスには精巧な機械が必要なの。以前廃工場付近で見かけたわ。あんたを信じてる。頼んだぞ。流浪のカップルを受注しました。更新されましたって言ってたよ。もうなんか持ってたのかな、アイテム。はい、パスカルの村でレジスタンスから脱走して身を隠すアンドロイドのカップルと出会った。彼らは争いを好まず、二人で静かに暮らすことを望んでいる。男性アンドロイドをメンテナンスするため、工場廃墟で以下のものを入手する。精巧な機械1分の1、入手したものをアンドロイドのカップルに届ける。 OK、 このまま渡せばいいんだな。
ああ、これよ。これがあればメンテナンスできるわ。ありがとう。あんたを信じてよかった。ありがとう。あんたを信じてよかった。メンテナンスが終わったらここを去るよ。どうか俺たちの無事を祈ってくれ。クエスト報酬神獣が5個、 5000G200EXP。 よし、流浪のカップルが更新されました。アンドロイドに精巧な機械を届けた。メンテナンスが終わった後、彼らはパスカルの村を去るようだ。了解です。仲良くしてるかい？とっとっと、パッと見た感じクエストの情報がないね。マップで確認してみようか。後ろ側にある。ん？これは？これはどこだ？パスカルの村の向こう側にもある。後ろ側を向いている。後ろ。上を渡っていくのか。な？あともう一個。上だね。とにかく上へ登ろう。これで、まあ入り口の方に出ていくのもそうなんだけど。あ、擬態がある。アポロさん。黙祷して次へ。黙祷を捧げました。修理すると仲間になるんだっけ。じゃあ回収で。お金660、挑発強化。うん、相変わらず挑発がわからないけれど、まあこれは一時的なバフみたいなもんですからね、あまり気にしなくていいんだな。弾みたいなロボット。我々が争うことに意味はありません。サルトルの言う通りです。ん？クエストとは関係ない人だったのかな。実在は本質に先立つものだ。人は自分があろうとする姿以外にはありえず。またこんにちは。なんだ君たちは。ああ、わかった。君たちも私の講義を受けたいのだね。ではまず実在主義について話そう。いいかい。本質存在とは現実存在と対するもので、そもそも現実存在とは。ダメだ、この人。ああ、サルトルに話しかけても無駄だよ。哲学とかいう難しい話しかしない。その人のことが知りたければファンにでも聞いてみることだな。ファン？不思議なことにサルトルのファンが各地にいるんだ。なんでモテるのか私にはわからないけどね。この村にも一人いたな。顔に濃いペイントを施した機械生命体がそいつだよ。サルトルの憂鬱を受注しました。あ、擬態発見。黙祷。はい、炎上って何？炎上ってなんだろう、なんか嫌だな。あれ、ここにクエストマークあるじゃない、下かな。違うな。ん、ルローのカップルが更新されました。なんだった、なんだなんだ。
一体彼らはどこにいるのだろうか。え、どういうこと？村を去った彼らを探したりするとか、そういうクエスト発生したのかな。この丸のさ、円のところにいるのって何なの？これちょうどこの下なんだけど、これってクエストだよね。クエストだよね。あれどうやって行くんだろう。わからないな。これか。了解。あ、君ね。こんにちは。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。君はサルトルってロボットを知ってる？もちろん。サルトルさんは何でも知っていて頼りになる人。頼りになる？あれが？私、知らないこと多いからお手紙書いた。よろしくね。え？砂漠と遊園地にいる女たちには負けたくない。他にもいるのか。っていうか、性別があるのか、こいつら。サルトルへの手紙一つ。これ持ってきゃいいのかな、サルトルに。他にもいるってことは、他のも全部持ってこなきゃいけなかったりするのかな。あれ、なんか次々と擬態が現れるんだが。なるほど、そうか。夢とは閉ざされた創造界においての完璧な実現であり。サルトル、君宛てのプレゼントを預かってるんだけど。それなら聞こう。なるほど、手紙か。それを渡した女性型ロボットは、あなたのことを何でも知っていて頼りになると言っていた。ところで、君たちは実在が本質に先立つとは思わないかね。手紙の返事はしないよ。なぜ？手紙には質問が書かれていたんじゃ。質問には必ず答えなければいけない義務があるのか。その義務とは誰が決めたんだい。これ以上話すのは無駄ですね。え、これで終わり？クエスト。あ、あるってことは行った方がいいんだな。じゃあ救助するか。はい、黙祷。なんでこの村で死んでるんだろう。なんかすごく嫌な予感がする。この村でなんか戦いが起きるのか。まあ、そういったネタバレとかがちょっとネットワークとかにすると外部から入ってくる可能性があったから、ちょっとネットワークは切ってたんだよね。もう一回切ろうか今度。あ、やっと来た。サルトルさんからのお返事はなんて。それが返事をする義務はないとだけ。さすがサルトルさんのそういうクールなところ最高。最高なんだ。最高なんだ、いいな。もうなんなに恋は盲目って言うんですかね。
これでサルトルはもういいのかな。なんかよくわかんなかったね、クエスト。サルトルの憂鬱。パスカルの村の女性から遊園地廃墟と砂漠地帯にもサルトルのファンがいるという情報を得た。やっぱりか。二人のファンに話を聞き、女性からの贈り物をサルトルに届ける。嘘でしょ嘘でしょ本当に。これが気になる。こっちか。こっちが気になる。でもこれはさ、これはさ、あー、出入り口にいるのかもしれないね。遊園地側に行くのと、遊園地側にもハテナがあるな。どっちに行こうか。出入り口の方はすぐ近いから、それはまた今度で。落ちちゃったーん。ほいっさ。クエストロボ。クエストロボじゃなかった。博士ロボ。うむ、この私が天才発明家であると知って声をかけたのですかな。ああ、そうでしょう、そうでしょうとも。我が名は天に轟き地に響く唯一無二の大天才ですからね。そんな私に声をかけたあなたはお目が高い。あなたが私に投資してくれればどんな発明品も思うがままです。投資していただけますかな。怪しいけど。天才発明家を受注しました。おお、ありがたき幸せ。超越至極にございます。ここだけの話、一定量投資していただければ見返りも。して、いかほど投資していただけるのでしょうか。ちょっと反応見たいから、安いのから行こうか。ご投資いただきありがとうございます。ですが、投資額がいささか足りず、見返りの品のご用意はできませんでした。またの機会がありましたらよろしく頼みます。天才発明家クエストが入ったよ。マジ、俺いくら持ってんの今。所持金58000。自分の強化にもお金使いたいからな。博士ロボ。パスカルの村の一角に博士風のロボットがいる。話を聞くと自分は天才発明家だと名乗り、発明のために投資をしてほしいと頼まれる。博士ロボットに投資を行う。現在あなた様が投資してくださった金額は10ゴールドでございます。この大天才の発明のためぜひともご投資いただけませんか。おお、ありがたき幸せ。超越至極にございます。ここだけの話、一定量投資していただければ見返りも。していかほど投資していただけるのでしょうか。今回はダバンと、ここは思い切ってね、1100,000万やっちゃうよ。2万ね。ありがとうございます。知者不惑。合ってんのかな知者不惑とはまさにこのこと。違ったらごめんね。今後ともよろしくお願い申し上げます。2日後。新たな発明品ですよ。さあ見てください。入手アイテム同行1。錆びた塊。壊れた回路。銀行。お、チップダウン攻撃アップ。回復薬中。メテオライト。チップ再起動プラス1。対衝撃第1。高速走行第1。ああ、残念ながら今回の発明で資金が枯渇してしまいました。
新たな投資をしてくださいませんか。いや、ち、え、舌打ち、はは、滅相もございません。あなた様あっての私ですよ。おいおい、うさんくさくそ、うさんくさ、うさんくさくさ。発明品っていうか、ただ素材じゃねえかよ。総合金額でグレードアップしていく感じなのかなーなんてね、思ったりしますね。とっとっとっと、今回はこの辺にしときますか。じゃあセーブをして終わります。はい、それではね、お疲れ様でした。次回はどうしようかな。写真もそうだけど、パスカルの村のクエストと、そうね、砂漠と遊園地にいるという、サルトルだっけ、生命体のファンを探しましょう。砂漠、もし余裕があったら砂漠の奥底にある団地のその先から、もしかしたら写真の、場所にたどり着くかもしれないので、あそこは怖いんだけどね、まあ、行ってみたいと思います。ではでは、お疲れ様でした。